皆さんこんこにちは、えー、コロナウイルスの検査の結果が遅れているということでナショナルズ、アストロズ、ガージナルズの3球団が、えー、この開幕前のキャンプを中止するということになったようです選手は1日おきに検査を受けて2日以内には検査結果が通知されてということで、まあ、練習に 望んでいたんですけども、まあ、72時間経過しても通知されてこないということもあってまあ、それでは陽性か陰性か分かってない状態ではまあ、練習ができないということで、まあ、キャンセルしたということになったようですでこの検査の懸念は開幕してからも、まあ、同じ問題が起こると思うのでやはり検査してスムーズに結果の通知 というのが行われないと公式戦が消化できないようなことになると、まあ、またスケジュールも遅れてしまって、まあ、どんどん消化は困難になっていくので、まあ、これは1つ問題なのかなと思いますえ続いて出場自体のニュースですけどもブレーブスのニック・マーケーキス選手が今年の出場を辞退するということを決めたようですまあ理由としては 無観客でファンが球場にいないということが一番大きかったということでしたそして昨年までマリナーズ所属で今年はブレーブスのマイナー契約となっているキング・フェリックスのヘルナンデス投手ですけどもこちらも出場辞退ということになったようですそしてメジャーリーグ開幕のスケジュールが出まして 日本人選手所属球団の開幕戦を紹介したいと思います。まずヤンキースは、えー、日本時間の7月24日、ナショナルズ戦で、ナショナルズの本拠地ということで、ホームは7月30日ですね。これも日本時間でフィリーズ戦となります。え続いて、筒香選手のタンパベイレイズ。 こちらは7月25日、ブルージェイズ戦、えー。ホーム開幕戦は、そうですね、同じですね。7月25日がホーム開幕戦ということです。そしてブルージェイズですけども、山口投手のブルージェイズ。えー、こちらも7月25日の敵地のレイズ戦ということで、ホーム開幕戦が7月30日のナショナルズ戦となっております。 次はツインズ、前田選手。7月25日のホワイトソックス戦。これは敵地ですね。でホーム開幕戦が7月29日、カージナルス戦となっております。続いてエンゼルスの大谷さんですね。7月25日のアスレチックス戦。でこれは敵地ですで。ホーム開幕戦が7月29日、マリナーズ戦となります。 今期は二刀流復帰ということもありまして、開幕戦は指名打者で出ると思いますけども、開幕3戦目で登板を予定しているという報道もあるので、そちらも楽しみだなと思います。続いて、マリナーズですね。菊池投手と平野投手。7月25日のアストロズ戦、これは敵地です。 ホーム開幕戦が8月の1日アスレチックス戦となります。え続いてダルビッシュ投手のカブス7月25日のブリュワーズ戦えこちらがホーム開幕戦となりますでダルビッシュ投手は開幕戦で登板する可能性もあるということでこちらもとても楽しみだと思います。 最後、シンシナティ・レッツ秋山選手ですね。7月25日のタイガース戦。こちらがホーム開幕戦となります。先ほどもお話ししましたけども、検査の件なんかで、まあ、無事に開幕できるのかなという思いもありますけども、開幕に向けてその辺をしっかりやってもらって、しっかりとスケジュールが昇華できればいいかなと思います。 で本日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。